投球の今永は7回95球で降板。ファンから疑問の声噴出。カブス12位0パイレーツ。日時間5日。シカゴカブスの今永翔太投手は4日。日時間5日。4どころ地。パイレーツ戦に先発。7回無安打7奪三振無失点の好投で、今季12勝目を挙げた。ノーヒットノーランの期待が高まる中、7回95球での降板を日米ファンは疑問視。翔太の降板に強く反対する、今永を続投させるべきだった、ノーヒットだよ、ありえないと声を上げた。粘りの投球だった。味方に3つの失策が出て、2回には2四球でピンチを招いたが、ヒットを許さなかった。7回まで95球を投げて、ノーナを投球。快挙の期待が高まる中、クレイグ・カウンセル監督は8回から継投策を選択した。12から0の大勝で、3投手によるノーノー継投も達成。今永は12勝目を達成したのだが、カブスファンにはフラストレーションが募ったようだ。SNS には今永を降板させたことへの不満が続々。投げさせろ。なんという恥さらし。監督は投手に対してリスペクトがない。ノーヒット中で95球しか投げていないのに降板させるのは悲しい。まさにカウンセル監督の判断が嫌い。95球投げてるから仕方ないんだけど残念。メジャーは夢がないわ。日でこれやったら暴動が起きるよと日米ファンからコメントが寄せられた。フルカウント編集部。